また会いましたね。お主か。わしらは人を探しておるんじゃ。邪魔しないでもらえるか。この山で、ある高名な柔術の師範が鍛錬をしてるらしいんです。俺たち、稽古をつけてもらおうと思って。高杉さんのように強くなりたいですからね。お主はいつも高杉高杉とうるさいの。山形さんだって草か草かばっかりじゃないですか。とにかくわしらは医学所でお主に叩きのめされ、己の非力を思い知らされた。今のままでは大事はなせぬ。わしらの独断で決行した。悪いが、あいつらの志を少しでも後押ししてやりたかったんじゃ。イネ先生から例の毒の作り方を聞き出すつもりじゃった。バクリどもに抗う手段になるかと思うての。そういえば九段の師範は公部署の御前試合にも出ていたとか。確かあなたも参加したんですよね。師範と顔見知りなら、あなたの方から稽古をつけてもらえるよう頼んでくれませんか。すみません、助かります。来たぞ、あやつか。えらく若く見えるが。おい君、加納治五郎ってのはまさか君か。何ですかあなた方は。ああ、御前試合の。公明？言い過ぎですよ。あれから声をかけられることは増えましたが。わしらはこいつの知り合いじゃ。加納とやら、わしら二人に柔術を教えてくれんか。僕があなた方にですか。長州といえば近頃何かと悪い噂がありますが、僕は公部署の者なのに大丈夫かな。わかりました。わざわざ僕を選んで会いに来てくれたんです。稽古をつけるぐらい構わないでしょう。よし、じゃあよろしくね。僕はいつもこの先で鍛錬をしているんです。早速一緒に行きましょうか。僕はいつもここで山掛けという鍛錬を行っています。麓から頂上まで一気に駆け上がるんです。日頃使わない筋肉を使うし、足腰だけでなく全身をまんべんなく鍛えられます。もちろん体力もつく。とはいえ、えらく単純な修行じゃの。ただ走るだけじゃ面白くないな。誰が一番に頂上に着くか勝負しませんか。今度こそあなたに勝ってみせます。加納、合図を頼む。わかりました。鍛錬だということを忘れないように。用意、始め。勝つのはわしじゃ。足腰には自信があるんです。
ょう。お主は突っ込んでろ。山形さんこそ邪魔はしないでくださいよ。あなたは足も速いんですね。さすがです。くそ、また遅れを取るなんて。では次の修行に移りますか。僕はいつもここで乱取りというものを行っているんです。実戦形式でただひたすら組み合う稽古です。二人一組で好きに技をかけていきます。なるほど。何かコツはあるのか。乱取りは相手がいて初めて成り立つ稽古ですからね。共に技を磨いていくという姿勢が大事なんですよ。わかった。わしはぜひ可能の胸を借りたいの。達人のお主ならわしなどひとひねりじゃろう。構いませんが、あなた一人では力量に差がありすぎます。いっそ皆さん全員をお相手しましょうか。なめおって、わしらを侮ったことを後悔させてやるわ。伊藤、やるぞ。ええ、三人でのしてやりましょう。いざ。どこからでもかかってきてください。三人相手に勝とうなぞ、肩払いたいわ。後で吠え面かくなよ。まずいですよ。見切った。ここまで手こずるなんて、あいつとんでもない腕前だ。侮りすぎたわい。若くともさすがは名の通った柔術家じゃな。さっきの稽古を続ければあれくらい強くなれるんでしょうか。そうじゃな、しばらく続けてみるか。あなたにも礼を言っておかないと。口利きをしてくれてありがとうございます。あなたも結構なお人よしだと思いますが。わしらは強くなるぞ。お主待っておれ。いつか必ずこれまでの借りを返してやるわい。